市長選の最中、先週スポーツ界や経済界の有志が現職の秋元氏に冬季オリンピック・パラリンピックの招致を求める提言書を手渡した。海外からのお客様に来ていただくインバウンドの人を多く増やすということが北海道の活力、札幌の活力を維持増進させるということになるんだろうというふうに思いますので、招致を目指し2期目への決意を述べた。熱い精神を持っている、心を持っている市長というように考えています。ですから今経済界との連携をきちっと取るということでは、この4年間というのはすごい功績のあった市長というように我々は捉えています。2030年の冬季オリンピック・パラリンピック招致できた場合、どういう立場でいたいと思っていらっしゃいますか？ちょっと先のことまでは考えるまありません。秋元氏が狙うのは北海道新幹線の札幌延伸に合わせた2030年の大会開催だ。これまでも IOC などと招致に向けた協議を進めてきた。選挙戦9日目の昨日、市役所の前で行われた街頭演説には札幌商工会議所の会頭らも応援に集まった。札幌まで開業いたしますと、ニセコエリアと30分以内で結ばれる、まさにこの札幌県、道央圏が大スキーリゾート地として世界に類のない、そういうリゾート地として世界に発信をすることができる、そういった状態の中で冬季のオリンピック・パラリンピックが開催をできれば、その北海道の魅力、札幌の魅力、道央圏の魅力を世界に発信できる。オリンピックの経済効果を強調する秋元氏。経済界の皆さんと車の両輪で北海道全体のために頑張っていかなきゃいけないというふうに思っています。これ行政だけではできませんので。市民はどう思っているのか。賛成ですね。人少なくなっていってるので、なんかもっと活気が出る街になるんじゃないかなと思うので。老朽化している建物もいっぱいあるでしょうし、建て替えの時期と相まって活性化するんじゃないかと思いますけれども。私は反対、ね、あんまり必要な建物建てた後の管理とか維持どうなんだろうって、それをこなせるのかどうかっていう、そういう心配もありますね。無理してどん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 こう経済効果ばっかり上げようというふうにしてやっていくと、後から当然弊害出てくるんじゃないかなという気がしますけどね。渡辺氏は市民の賛否が拮抗する中で、オリンピック・パラリンピックの招致を行うべきではないとする立場だ。いろいろな施設を作っていく、その財政負担どうなるんだろうか、で作った施設の後その管理時期どうなるんだろうか、特に人口減少社会に入っていくこの時期において大規模な投資をやる、それは基本的には慎重であるべきだ。札幌の弁護士事務所に所属し、いわゆる人権派の弁護士として20年以上にわたり活動してきた。やっぱり知名度の低さが決定的なので、どうやってあげるかですよね。その人はこうやって取っていけるとものすごくありがたいですよね。渡辺達夫でございますので、はい、よろしくお願いします。選挙活動中って何を持ち歩かれてるんですか？基本的には演説の原稿的なものがちょこっと入ってるぐらいの話で、あとはのど飴さん、あとはこれたすきさん。夫婦共働きの渡辺氏、料理をするなど家庭的な一面も。何だと思います？これ芋餅。昨日個人や家族で小規模の会社を経営する市民らと懇談した渡辺氏。参加者からは経営の厳しい現状を訴える声や、小規模事業者への支援を市に求める声が相次いだ。こういうやっぱりキャッチボールをしながらですね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、これからも応援しますので、頑張ります。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
オリンピック・パラリンピック招致に多額の税金を投入するよりも福祉や生活向上に使いたいとする渡辺氏。少なくとも普通に暮らして普通に幸せになるってことをね、僕はもっと重視したいですよね。そのために札幌市でできることが何なのか、両輪とするならばここっていうのは特に、それは市民でしょ、それは市民でしょ、うん、札幌の未来がかかった次の4年を市民はどちらに託すのか、選択の日まであと5日だ。